ビーフをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。ドッグインザパラレルワールドオーケストラです。ボーカルのハルです。ラルルです。ギターミズキです。ベースのメイです。ドラムのカンナです。僕たちは、1月の1日にめでたく結成5周年を迎えました、ありがとうございます。そして、それを記念してですね、1月の8日に初めて、ベストアルバムを発売します。それを引っ提げてですね、今月末1月の25日からは、全国ワンマンツアードッグインジャパンを開催します、ファイナルは3月の1日渋谷公会堂中堅渋公となっております。まずは、5周年、渋公に向けてバッシリ決めていこうと思うんで、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ではですね、皆さん、ビフさんから、質問の方が来てます。この5周年を記念して、この5年間で個人的なドッグインザベストな出来事、思い出を語ってほしいそうです、なるほど。では行けますか、水木さんどうぞ。はい、俺、実は過去を振り返らないタイプなんで。なってんの。過去を振り返らないタイプなんで、次のワンマンツアーを最高の思い出にしたいと思います。神田さんどうぞ。俺はやっぱり初ホールワンマン日本青年館かなと思います。メイさんどうぞ。はい、昔々ツアー中ですね、僕朝起きて低血圧の時にちょっと向かってきて、じゅんちゃんのことサッカーボールみたいに蹴ったことが思い出です。僕はですね、このバンド最初4人でスタートしたんですけど、カンナが入って5人になった時のライブが一番の思い出です。そして新しい出会いをこれからも続けていきたいなと思いますんで、皆さんぜひワンマンツアーにお勧めに来てください。では最後にじゅんじゅんくん、5年間で自分の思い出を言ってください。せーの、ない。以上、ドッグインザパラレルワールドオーケストラでした。今年もよろしく。ことよろ。